おはようございます。シャツが出た。あ、皆さんおはようございます。マグロです。今こっちマイナス？え？どこにいるの？おはようございます。マイナスなんだ。マイナス？即興とかじゃないですよね。マイナスだったら今私半パンでおれんか。おはよう。グッモーニーン。おはようございます。今日はちゃんと起きれました。おはよう。早起きできた。ちゃんとあれよ、目覚ましかけて寝ましたから。マイナスのさ、気温のところではさ、どんな服装でおればいいんやろ。どんな服装して行ったらいい。おはようございます。いっぱい着る。まあ確かに、もういっぱい。確かに重ね着必須。服しかいらんね。ヒートテックもね。靴は靴。長靴？足も冷えそう。靴は履こうよ。いや靴は履くやろ。靴は絶対履くけど、長靴？ブーツ？おはここおはよう。足の指先にカイロ貼るん、はあ、靴下も履いた方がいいよ。いや靴下は履くよ。で履くけ、履くな履くけど、いやマイナスだったらどんな感じなんかなと思って。スキーやとか行ったこと、スキーとか行ったことないけどさ。あ、でもあれか、あのよくある妹とかでソリしたことあるけね。不眠耐久レースでソリしたことあるけね。疲れさせられる、疲れさせられるために、疲れさせるために必死でソリやって。雪ってめっちゃ体力奪われる。寒いと体力奪われるよね。あれ何なんじゃろうって思うやけどさ。おはよう。なんかこうやって凍えるのがさ、なんかさ筋肉が力使って疲れるんかね。雪だったらスキーで歩く。え、どういうこと。有馬記念頑張る。私頑張る。おはよう。私頑張る。片言出たんやけど。スキーとかスノボとかうまそう。なんかスノボってなんか結構むずいんよね。あの何体重が。スキーはまだ簡単じゃろう。だって
スキー合宿あるぐらいじゃん。子供ができるもん。おはよう。いや、うまそうって言うけどね、あの、やったことないよ。おはよう。簡単じろって。あはよ、あはよ。なんか昔マツダスタジアムでなんか真夏の企画よ、球場暑すぎてなんか冷凍庫みたいな部屋があって、あの子供たちがキャーキャー言いながら遊べるんやけど、あの3分か3分ぐらいここで冷えてもいいですよ。多分それがあの何マイナスのあれだったと思う。おはよう。コカの恥ずかしい写真メンバーに見せて。え、なになに、大丈夫、私の幼少期の写真とかですか。間に合わないけど。おはよう。私の恥ずかしい写真はオーディション時のアンダーアーマーの写真あれもう一生恥ずかしいんやけど、加入前のあの写真ね。いやでも最近はもう自分で正タンティーにしたり。大丈夫です、開き直ってるから。おはよう。バス待ってるから寒い。おはよう。おはよう、おはよう。頑張り。そんな子かも大人になったんだねって。大人になったね。大人になったらこうなるんやね。目が赤い。眠たいんですよ今日も。今日も今日も今日はね、度胸が試される系ね。いや、起きろ起きろ、働け、朝は眠たい。昨日は夜ラジオ聞いたので、自分の ラジオ収録もあって、おはよう。おはよう。ねえねえ、でねえ、野菜。ああ、おしすたず。ねむねむ、みんな。おやすみ、みたいな曲もないのかな。
ケンタ美味しそうだった？ケンタッキー美味しかったよ。ケンタッキー口の中パサパサすぎて全然食べれんかった。ケンタッキー食べるのにさ、ケンタッキーの部位がどういう、何この部位はどういう、なんだ、特徴があるとか知らずに、一番カサカサの、あれカサカサって言ったらな、何肉を食べたのか、胸肉を食べたのかな、水分奪われるチキンで、マジでなんか全然喋れなくて、カサカサすぎて、飲み物も家持ってってなかったし。胸肉。あや。ぽい。何が。あれ一番口の水分奪われる系のあれなんじゃろうね。おはよう。キールが食べやすい胸肉わかんない。自分何肉食べたかわからん。いやわからんね。あのパサパサになる、口がパサパサになる胸肉の場所。あ、胸肉やん、そしたら。あの鶏肉の場所。はや。ケンタは炭酸とセットです。あー言っとった。コーラ欲しいとか、あのジンジャーエール欲しいとか、ビール飲みたいみたいな言ってる人もおったよ。私もとにかく水が飲み、水分が欲しいって感じだった。飲み物飲みきってました。まさかのチキンが出てくるなんて。鼻の上まだ赤いけど、昨日脱皮しました。鼻の上皮がむけた。おはよう。ビール、ケンタッキーとビール合うらしい。おはよう。あ、大丈夫ですよ。もともと鼻の上が乾燥してね、鼻の皮がむけてたんやけどね、またむけた。な、治って、治りかけで。おはよう。おはようございます。鼻にクリーム塗る。ワセリンとか塗ろうか。なんかワセリン、なんかワセリンが欲しくて買ったんやけど、なんかでかいワセリンを買ってしまって、欲張って、まあ大きい方がいいやろって、大は小を兼ねるわと思いながら買ったら、なんかもう1年経っても全然使わず。量ね、量。あいや、ナイスバディの写真集。
買ってください。コメントを読んだんですよ。自分で言ってないですから。別に普通ですから。今でしょ。おはよう。あ、ちょ、あと2ヶ月後ぐらいなのか。あっという間。おはよう。めっちゃ眠たい。で、昨日そう、何時に寝たの？2時半ラジオ聞いて寝たので、おはよう。写真集アカウントを見つけて気になりました。ありがとうございます。え、私のこと、ああ、それがきっかけでね。いやー、あ、そっか、まだ生写真とかも出てないもんね。期待を裏切らない生写真を用意しますから、多分大丈夫、スタッフさん大丈夫です。おはよう。毎朝の配信すごい。昨日はちょっと寝ちゃったけどね、気づいたら9時だった。いや、もう目覚ましかけずに寝たーっていう感じだった。あの、毎朝目覚ましかけ、なんて言うん、起きる時間が違ったりするやん。まあ、最近は朝日とかするんけど、するようになって一緒になったけど、あの、昔はね、あれだっけ、9時に起きたり、写真集モチベで年末年始のお仕事してる？はい、楽しみにしてて、楽しみにしていてください。どんな写真集なのか、目が覚めて外が明るいとちょっと、なんでなんで、おはよう。目が痛い。おはようございます。笑顔ですよ。目が痛い。寒くて布団から出られない。そういう時は思いっきり布団剥がす。思いっきり布団をバッていう感じで。サーヤの写真集見たよ、サーヤ。あの、もう健、なんか健全な感じで素敵でした。可愛い顔。おはよう。いてててて、て腰で腰腰腰。
そういえば写真集のタイトルっていつ決まるんだ。え、確かにいつ決まるんや。何になるんやろ。帯も気になる、マジで。歌わないな。新しい朝が来た、希望の朝が、喜びに胸を切らし、え、喜びに切らし、ラレレンレンダーン、え、チリチリ言ってる。せの、充電器抜いた。セカンド写真集はもっと攻めるの。セカンド写真集待って、まだファースト写真集なんじゃけどね。写真集なんやけどね。ファーストもまだこれからなんやけどね。今日寝癖が、おお、寝癖がない。クリスマスは「ホームアローン」見なきゃ。おはよう。楽しみにして、夕飯もまだ何に決まってないですか。何も定番の恒例のホームアローン。なんでまた、え、なんかホームアローンってなんかクリスマスになんか放送されん、金曜ロードショーとかで。母ちゃんホームアローン出てそう。出てそうってね。何、出てそうってどういうこと。何、え、ホームアローン出てるそうってのってどういうこと。恒例のね、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 いや出て、いや、コームアローン、あ、コホームアローンって、世界中でみんな見たことあるよね、きっとね。こういうやつ。おはよう。いたずら、そうやっつけるやつ。悪者をね、二人の泥棒をね、家をむちゃくちゃにしながら助かれするやつね。ホームアローン出演おめでとうございます。出演まだ決まってないんやけど、したことありませんから。おはよう。グッモーニング、グッモーニング。まあホームアローン出てくる場所はめっちゃ雪でいっぱいですよね。過去にホームアローンをしたことがないですよ。いたずら？全くもっていたずらしたことないよ。したことないよ。おはよう。残念、仕事に行く時間です。いってらっしゃい。もう、あ、もう半になるのか。
私もちょっと今日早めに寝てちょっと寝よっかな。ちょっと眠気がずっとあるけ。なんて言ったって昨日は2時半まで夜更かししたからね。はっはっは。ココアの最大のいたずらって何？ちょっと待ってちょっと待って、確かに私いたずらされるタイプじゃない。私もう受け身やん。もうどっちかと言ったら仕返しうまくいかないタイプやわ。いつもなんやろ、最大のいたずら、人生最大のいたずらな、ないですよ。そんなしないよ。え、したことないやん。私したことないじゃん。ね、あれね、あの起床ラッパね、夜中に起こしたやつね、起床ラッパ。おきちゃんに見えた、あれはいたずらですね。寝起きドッキリね、あれですね。あの他にはもうないじゃないですか。おはようございます。ファミチキをケンタッキーのチキとして食べさせた。いや食べさせてない、確実にケンタッキーだった。社長と歩くときにおしゃれな場所でもダンスあるよって大声で言うのはある意味いたずら。いや両親、あのもう私に優しさやろそれ。もういたずらじゃなくてダンスあるよって感じで、だって危ないやんこけたら。おしゃれな場所でダンスあるよって叫ばれるか、おしゃれな場所でこけるか、どっちがいいかって言ったらダンスあるような方がいいや。こんな叫んでるわけじゃないよ。あダンスあるよみたいな感じ、変わらんね、まあ、これぐらいの勢いで。いや何もないところで言ったわけじゃない、ちゃんとダンスあるときにダンスって。逆にね、この声の大きさにびっくりしちゃうよね。確かにさっきダンスあるよ、うわーってなっちゃうよね。確かに、いやそんな優しさだけ、マジで。コカンの半分優しさでできた。そうよ、スタッフさんにもね、あの温野菜の食べ放題とか言ってさ、あの鍋もうお下げしていいですかって言って、さっきまでグツグツしちゃったのに鍋を持っていこうとするけ、熱いですよって言って、いやもう分かっとるけ熱い、もう分かっとる上でちゃんと熱くないとこ持つけ大丈夫じゃけって、あの家族に怒られたりしたこともありました。家族で温野菜よく行っとったんよ。もう広島の野菜どんどんなくなった行くけど、そう、え鍋だってさっきまで鍋がめっちゃ沸騰してグツグツしとったのに、からスタッフさんが普通に、あ店員さんがなんか、あ鍋お下げしますねって言いながら鍋を持とうとするけ、いや熱々の鍋なのになんかもったい、あ危ない、それで日焼けするかもしれん、あ暑いですよって、いや暑いこと知っとるよって、まあいいですけどね。暑くないとこ持っとるらしいわ。いや絶対暑いけどね、でも危ないけどね。おはよう、声にびっくりして暑いとこ持つ。いやびっくりしてない、びっくりしてたんかな、自分がびっくりしては熱いのに持とうとするけね。
はやん。グッドモーニング。みんなお正月はどうやって過ごすんですか？今日は東京、昨日はそうラジオの収録があって、写真撮ってないやで、あの今日も東京で撮影があるので、別のまた YouTube とかの、アウトレットで買い物？いいなぁ。年末年始の買い物？ね、正月。いいなぁ。ゴロゴロ？お仕事ですが何か。あー！全然いいなぁじゃないけど、頑張れ。お餅は何で食べるんですか？私マジきなこ餅好きなんやけど、醤油とかじゃなくてね、きなこじゃねえ、もうきなこも、きなこってきのこきなこってなんでなんで美味しいんじゃろうね。お雑煮ね、きのか、きなこ、きなこ派どうしやな。醤油と海苔、醤油と海苔の場合はもうそれはもうあれやね、食事やね。きなこで食べたらもうデザートや。いなり揚げ餅食べ、美味しそう。箱根駅伝もあるんか。あのばあちゃん家で年越しすると時は、あ、なんかもう毎年ね、こう決まったね、年越しが、なんかこの年はじゃあばあちゃん家行くとか、家で年越すとか、なんかもう自由で、で。まあでも家族とすごい、年越しの時ジャンプする人？いやしないですよ、しっかり地に足つけて年越しますよ。あん、あんこで会社、もうそんな時間か。朝早いね、早いね、もうだって9時、あ、7時半よ。ちょっと9時なんて大嘘をついてしまった。いや、時間の感覚のズレがちょっと2時間ぐらいある。どうしよう。まあ体内時計ね、正しい方やけね。ん？半分寝てないよ私。半分寝てないやん。まあ意識は寝とるけど、目は、顔は起きとる。紅白で年越し、え、夢ですよ。歌番組で年を越して、去年は何したか、去年ラジオだったわ、去年。あ、二度寝しますね。この後すぐ寝れるよ私。
雑煮にお餅は何個入れますか。あ、去年は2個だったと思う。2個入れてもらいましたお雑煮に。何個お餅食べるって言われて、2個、2個でちょうどいい。除夜の鐘ついて年越しが夢。ん、どういうこと。え、除夜の鐘つく担当、カウントダウン TV 出てほしい。出たい、それで年越したい。去年は打ち合わせ中に急に年越しました。ラジオで23時半か23時ぐらいに集合で、まあ、生放送が1時半からで、で12時前から打ち合わせがあったので、もう仕事始めか仕事終わりか分からないけど、それはそこら辺でやってました。いや、そうじゃ、ラジオからの元日公演じゃったんよ。今年は夜公演が変わり変わり公演。いや、年末年始大変だよ。頑張って。え、今年はショールームイベントないんだ、ないと、ないんじゃないか。あってもやりません。おはよう。確かにオリーズの鼻だれ声で何年越し配信できるじゃろ。あー、去年は年越しそば食べたんよ。いや、そうよ、写真集を、写真集をよろしくお願いします。今年の年末は、年末年始は、去年はショールームイベントでしたか、今年は写真集をどうかよろしくお願いします。2期全員の花通りって何なんや。すごい、納豆にそば思い出した。うん、納豆そばめっちゃ美味しかったよ。発売は2月26日です。あー、もう予約も始まってますから、キャーン。買う、ありがとうございます。ショールームで写真集イベント、あ、でもショールームで買えるようにしとったよね。あれまたやってほしいですか。え、てか生写真公開せずに前あれやったんだけど ありがたい、それでもありがとうね、それで買ってくれて。カートで、おはよう。みんなおーおーおーしせた、そう、特定不明のまま特典変えてまたやりたいですよな。女子まだ見せてないし、特典何か特典付きね、特典がありました。ポスターが欲しい。ハイレグのカッター、ちょっとハイレグがちょっと分かんない。なんか前もなんか質問あったよね、そのハイレグってなんなんや。調べますね。でもまださ、え、分からん、何これハイレグって。
イリングの定義が分かんないですけれども、あ、これね、ん、ちょっと待って、分かんない分かんない、何がハイリグの言う、ハイリグとは、前もその質問あったんやけどね、足が長く見えるやつ、あ、ちこまれち、あ、わかりやすい、でも今調べた、そのハイレグとは、ハイレグ空間とは、なるほどねと思ったけど思い出せません、思い出せません、あんまり、多分、どうなんだろう、おはよう、まだだってさ出てないけあんまり言えんけね、衣装どんどん言っちゃダメじゃけね、みんなをワクワクモヤモヤさせる期間が長い方がねいいもんね、いいかもしれんけど、いや楽しみにしていてくださいよ、開国おはよう、おはよう、そろそろ配信を終了しますよ、あ、そうよ、想像させますよ、みんなにオフショット全く出さずに、まだ、あと全く出さんけじゃないよ、今出てないけ言えんのよ、なんかちょっと先に言ったって言われちゃうからダメですよ、いやーまあ大事ですよ、あんなシーンがあったりあんなシチュエーションがあったりしたなーって、例えば危険な感じとかね、もうね蜂来たけね、蜂一番私が危なかったよ、一番肌の露出して蜂じゃけ、あ、そんな写真もありますから、うん、まあ露出はありましたね、ぜひそれを想像して予約してください、買ってください、楽しみにしててくださいね、おはよう、ではちょっとランキングを読もう、ランキングを読みます、13位甲子園くん、12位ナスター、11位スエン、10位バオバブ、9位トラさん、8位タイムファイヤー、7位癒し系、6位サージカル、5位ライトニング、4位ゾウ、3位スバル、2位ポッポやしまちゃん、1位はコニョン、ありがとうございます、はい、ということで皆さん配信を見てくださりありがとうございました、朝配信を見てくださりありがとうございました、今日も一日頑張って出勤前に写真集を予約して
配信終わったらすぐ写真集を予約しておいてください。配信ありがとう。見てくれてありがとう。バイバーイ。今日も頑張って働けー。